米国女子アニカドリブンバイゲインブリッジ AT ペリカン事前情報ペリカン GC フロリダ州6349よパー70画像これぞとうとうの副賞4週間にわたるアジアシリーズの終了から間を置かず米女子ツアーはフロリダ州でシーズンのラスト2連戦に突入今季最後のフルフィールドとなる一戦が9日木曜日に開幕する 今年から女子ゴルフ界のレジェンド、アニカ・ソレンスタム、スウェーデンのホスト大会として、賞金総額は325万ドル、約4億8600万円にグレードアップ。メジャー、次週の最終戦、CME グループツアー選手権を除けば最高額となり、世界ランキングのトップ10から8人が顔を揃える。豪華なフィールドが形成された。 ストームの影響で54ホール短縮競技となった前年はネリー・コルダが大会連覇を達成。鎖骨下静脈の血栓の手術を受けて長期離脱も挟んだシーズンの初優勝を飾って涙を流した。名将ドナルド・ロス設計のペリカン GC で再び未勝利の流れにピリオドを打ちたい。日本勢は4人が全集、t o t o j a p a クラシックに続いて出場。 古江彩香だけが前年もプレーしており、48位だった。年間ポイントレースで10位につける古江、同48位で上位60人による最終戦進出を手中に収めた西村優奈とも優勝をターゲットに据えて戦う。ポイントランク80位までの来季シード争いは今大会で決着。勝南なは78位と圏内ながら、油断ならないポジション。 81位の渋野日向子は予選を通過してポイントを獲得することがノルマになる。昨季の年間女王ながら101位と低迷するリリアコー、ニュージーランド、88位のレキシー・トンプソンといった実績10分の実力者たちもラストチャンスに必死だ。より小さい主な出場予定選手、ネリー・コルダ、セリーヌ・ブティエ、リリリア・ブ・イン・ローニン、コジンヨン、アタヤ・ティティクル、 アリセン・コークス、古江彩香、チャーリー・ハル、ブルック・ヘンダーソン、西村優奈、チョン・インジ、勝ツ・ミナ渋野ひな子、レキシー・トンプソン、リディア・コウ。